よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。さあ、そして今回新たに発売になるこのスマートフォンアクオス、ディスプレイのフレームがもう本当に細くて驚くほどなんですけれども、今見えてるものは全てじゃないというコンセプトが印象的ですよね。実際にまだ見たことはないけれども、いつか絶対に見てみたい場所とかものとかありますか？私は、やっぱり、総選挙の2連覇の景色は誰も見たことがない景色だと思うので、指原は今回ちょっと2連覇の景色をぜひ見たいなと。実際はやっぱまだすごく不安で、AKB の公式ガイドブックのセンターが山本彩香ちゃんになっていて、ちょっとそれで改めて厳しい現実をね、突き詰められたというか、ドーンって押さえつけられたような感じがして、さらにプレッシャーに感じていることは多いんですけど、まあ、公式ガイドブックではそうだったんですが、目に見えてるもの全てじゃないですから、 私が1位になれるように頑張りたいなと、ファンの皆さんと協力したいなと思ってます。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。いよいよ HKT も全国区になりますね、これで。どうでしょありがたいですね。こういうキャンペーンはなかなかね、たくさんもらえるものじゃないので、大事にキャンペーンしていきたいなって思います。で、まあ先ほどもありましたけど、2連覇。そうですね。どうでしょう、これですね。どうですかね。ね、追われるっていう立場があまりないので、今回は追われる立場なので怖いですね。HKT も全員ライバルだと思って頑張ってます。ガイドブック上だと、こう、山本さん、そうなんですよ。なんたか1だ、位を予想してそうなんです。そう、1位がさやねで、私は2位かな、2位に予想してもらったんですけど、まあ、2位でもありがたいんですけど、まゆゆじゃなくてさやねってところに、あ、ライバルっていっぱいいるんだって、自分が思ってるよりも周りにはいっぱいライバルがいるんだって改めて気づけたのでよかったです。じゃあ、そうすると自信のほど。いやー、ここ自信満々に勝ちますって言いたいところなんですけど、どんどん近くなってくることに自信はなくなってきますね。もし2連覇できなかったら、これなことやってやるっていうのがあります。2連覇できなかったら、2連覇できなかった、そうですね、やっぱ改めて自分のことを考え直さなきゃいけないので、ちょっと2ヶ月ぐらい修行したいと思うので、一回自分と向き合う期間も作りたいと思います。はい。どこで修行するんですか？滝に打たれて 2ヶ月ぐらいちょっと滝に打たれて考え見つめ直したいと思います。